Texas of Mexican heritage. There he is, and he's already この選手がマルゲロ2度目の防衛戦 WBC ライト級タイトルマッチ、今ちょうどバックで流れておりますが、シュガーレイ・レナードの解説で地元ネバダ州では放送が行われました。ロベルト・エリゾンドを迎えての2度目の防衛戦をご覧いただきます。1981年11月21日ラスベガスのショーボートホテルで行われました。チャンピオンのアレクシス・アルゲロの登場であります。さて、戦艦を制覇していよいよライト級の2度目の防衛戦を迎えました。このあたり、小泉さん、はい、アルゲロの強さというのは何かピークに達したといいますか、完成されたといいますか、はい、そのあたりどうですか。私はピークはですね、27、8、9ぐらいの、まあ、ジュニアライト時代だと思うんですよ。あ、そうですか。だけどそのピークを持続しているところが偉いですね。はい、こちらも怪我を蓄えています。エリゾンド、ロバート、エリゾンド、ロベルト、エリゾンドですね、はい、WBC 世界ライト級タイトルマッチです。これがエリゾンドの奥さんですね。そうですね、はい、リンガ・エリゾンド紹介されています。それからジュニアもリングサイドで参戦です。エリゾンドっていうのはですね、もう左フックのボディブロー、これが強烈で、ほとんどこれを倒してきてるボディパンチャーですね、はい、またタイプの違った挑戦者を迎えています。アレクス・アルゲロ、 WBC のライト級世界チャンピオンです。この試合からアルゲロは変身しますね。そうです、試合前からですね、よくウォーミングアップするんです。アメリカの選手、大体リング上がってからよく体を動かしたり、リングで動いたりするんですけれど、はい、もうこの試合からアルゲロはよく動くようになりましたね。ウォーミングアップを長めにやって、そしてリング上がってよく動いて、ご覧の通り、24戦にして、23勝18KOという記録、まだ1敗しかしていません。エリゾンドの横についているのがジャッキー・マッコイですね。5人世界チャンピオンを作った、この方もそうですね、ロスの名マネージャーですね。はい、さて、チャンピオンの紹介です。72勝のうち 59KO と記録を伸ばしています。確かに顔が小さくて実に端正なマスク、ボクシング界のクラフジョブっていうのはね。このアナウンサーはロスで有名なジュニー・レノンなんですね。まあ、ラスベガスとしてやってるんですけど、今、両選手の年齢29歳のアルゲロ、25歳のエリゾンド、今身長フィート出ましたけれど、アルゲロ178、はい、エリゾンドが174なんです、はい、決して背の低い選手じゃないんですけど、アルゲロと並べるとですね、はい、やはり4センチの身長差があるんですね。第1ラウンドです。同時にリーチの差も、まあ、多少あるんですが、このエリゾンドもリーチは長い方です。アルゲロはもう183センチのリーチですからね。白いトランプがチャンピオンのアルゲロ、だからエリゾンドは普段はこの低い選手をおびき寄せるボクシングをしてるって言ったわけです、はい、ところがこの試合は入らないといけないんですよね。左のジャブか右のアッパー、確かに第1ラウンドからアルゲロがいい動きを見せています。Session was just a classic example of textbook boxing. Elizondo looked very fit. He's been training for this fight for 5 months. It was scheduled prior to the defense. So Elizondo has had plenty of preparation, and he is in outstanding shape, weighing in at 133 and a quarter. Well, Tim Alexander, when he throws his left jab, it stays up there just a little bit too long. And Aguello, being the kind of champion he is, he's a very patient champion, and I think he's just going to wait and see what happens in the later rounds. Commented about Elizondo, a primarily a body puncher, but very professional. そうですね。シュガーレイ・レナードの敗者。The height to stand in there with Arguello and go either way, but his strength is to get inside and bang away at the body. 第1ラウンドの攻防です。
あれでこの試合いいですね。はい。あれでよく出してますし。Round number one. Tim Ryan, Gil Clancy, Sugar Ray Leonard here in Las Vegas, bringing you live WBC Lightweight Championship action.前の防衛戦でですね、マンフィーに前半、まあ、打たせたためにですね、まあ、苦戦したんですけども、それまあ反省したためもあるんですよね、1ラウンドからよく出てますね。早くも右のストレートも時折出しています。チャンピオンのアルデロ、エリゾンドが攻めていきますが、あの辺りのかわし方などは非常にバランスがいいんです。小さく避けますね。次打てる姿勢で避けますから、はい、その点がいいですね。ご覧のスタンス、オーソドックスタイル、ボディから顔面で二段打ちを見せましたロベルト・エリゾンド。第1ラウンドもほとんど時間がありません。右ストレート、そして左ボディに持っていきました。確かにこのロベルト・エリゾンド戦、第1ラウンドから気合が入っていました。アルデロ、背中が映っているのがこれジャッキー・マッコイって言いましたよね。マンドラモスとかですね、カルロス・カロミノ、こういった世界チャンピオンを作っておりますね、はい、日本にも来たことがありまして、石松が世界タイトルを取ったロドルフ・ゴンザレスですね、はい、彼のマネージャーでしたよね。アメリカ・ネバダ州のラスベガス消防とホテル特設リングです。超満員、2度目の防衛戦です。アルガロ、WBC ライト級チャンピオン、挑戦者ロベルト・エリゾンド。まあ、エリゾンドは今までですね、ロスでその、まあ、メキシカンとか、はい、ロサンゼルス周辺の選手はですね、みんな左フックのボディで、殺人ボディパンチャーですね。第1ラウンド、スタート、なかなかいい動きを見せます、チャンピオンのアルガロ、第2ラウンドです。狙ってますね、得意の、左フックのボディを。向かっていきます、エリゾンド。ショートアッパー、左のアッパーも入っています。第1ラウンドからそうだったんですが、こちらがこの試合、打ち合いになりそうですね。打ち合いになりそうですけど、そう、まあ、打ち合いというか、キャッチボールやりますとね、はい、やはりそのディフェンスのうまいアルゲロというのはですね、ブロックしてすぐパンチを出す、カウンター取るというのがうまいですね。エリゾンドが左に入って、アルゲロも左を返します。左右のパンチ、エリゾンド挑戦者。左から右ワンツー、前を伸びる左ですね、今の左のジャブです。今は同じジャブを出しましたが、アルガラはほとんどあの角度が違います。左から右に振りました。相手の右グローブの位置ですね、相手の顔面の位置によってですね、はい、ダッキングしたり、あるいはもうアップライトスタイルであったりして、それによってアルゲルは左の出し方変えますね。はい、ワンツー、ワンツー。アルガロの場合はワンツーの後にさらに多彩なパンチが出ます。3つ目をうまく当てますね。上下の打ち分けっていうのがありますけど、アルギロはですね、パンチは緩急っていうか速い遅いをつけますね。だから軽いパンチで相手をおびき寄せて、それでショートパンチでカウンター取るって、そういうことがありますね。左で追い上げていますロベルト・エリゾンド。野球でチェンジアップですよ。同じゲームでスローなジャブが出てくるんですね。だからハイローハイローする選手は、まあ挑戦者は入ってくるわけです。はい、そこをガツンとカウント決めるわけですね。ここは左の攻め、右のストレート、空を切りました。180 fights as an amateur, losing only 10, won the Texas Golden Gloves title
four times. He doesn't knock power. He's an amateur at the age of 12. 9 rounds, the ball. Son Robert, he has little girl Veronica. One, two. Final second. Round two. ボディアッパーはエリコンと打ち合いになったところで第2ラウンド終了しました。まだまだ小泉さん前哨戦という形はまあ第2ラウンドですけどもね、エリコンとはもうちょっとかき回さないとですね、はい、勝てないですね。そういえばこのアルゼロと対戦した日本の選手といいますと、はい、ロイヤル小林なんですけれど、まあロイヤル君もよく攻めましたけれど、ワンツーか左アッパーボディですね、あれでノックアウトされましたね。後にロイヤル小林選手自身が、まあ、このアルゼロと対戦した時に怖かったと、戦う前から怖かったと、まあ、はっきりそう後で思い出話としてしておりましたが、まあそれはもう記者の創作かもしれませんけどね、本人がそう言ったかどうか分かりませんけれど、はい、まああの試合あのアルゼロでき良かったですね、はい、まあ、それだけ風格があるということですね。ボクシングがちょっと変わってきてますよね。あの当時の方はやっぱりボクシング硬かったですよ。そうですか。その代わりあの打つパンチもっと切って、はい、パンチ切って力込めていってましたね。今ちょっと柔軟性出てきましたね。第3ラウンドロベルト・エリゾンドはフロアポイントは打ち合いに持っていくんですか。打ち合いに持っていった方がいいんです。エリゾンドは打ち合いに持っていった方がいいんです。He was told to not to stay so far away from Aguero because Aguero is a very good boxer. 画面左が挑戦者のエリゾンド。体勢が変わりました。今度画面左がチャンピオンのアルゲロ。足使って距離取るんでなしんですね。ジャブワンツー打って、あ、今いいですね、エリゾンド。左から右、攻勢をかけましたエリゾンド。ストレートパンチで距離取ってますね、アルゲロは。あのジャブワンツー。はい、左から右、ワンツー、そしてサイドボディ、エリゾンドがいい攻めを見せます。ロープが追い詰めましたエリゾンド。左から右、チャンピオンのアルゼロも打ち返します。左から右、ただこの辺り挑戦者エリゾンドワンパターンという攻めですか。だけどまあ一つラッシュかけないとですね、アルゼロのリズム崩せないんで、はい、まあ、ここを出ろって言われてですね、出てるとこなんですよね。右のサイドボディから顔面と2段目を見せましたチャレンジャーのエリゾンド。第3ラウンド1分30秒を経過しています。アリゲルはですね、バランスのいい選手なんですけど、はい、ディフェンスに回ってるときちょっとバランスを後ろにかけますね。まあシブロックでちょっと後ろにかけて、一クロス深く相手から顔面を遠ざけて、はい、避けるっていう感じですね。で攻めるときはシブロックで前へかけて攻めていきますね。左のキック、チャレンジャーのエリゾンド。確かに攻めるとき、あの左のジャブでもそうですが、スーッと前に伸びますね。そうですね、肩が力もないですから、そのままですね。いいですね。左右のボディー攻撃、エリゾンド、頭を下げた、飛び込む体勢を見せております。第3ラウンドの攻防です。左を振るって右のストレート、これは空を切りました。左のジャブから連打攻撃、チャレンジャーエリゾンド。チャンピオンのアルゴロは左を狙っています。20秒を切りました。第3ラウンド、左から右、アームブロックしています。右のストレート、ショートアッパー、ロープに詰まった形なんですが、アルゼロこの辺りは誘いを時折かけます。はい、ラスベガス消防とホテルのリング上、2度目のタイトル防衛戦をご覧いただいています。このラウンドややエリゾンド良かったですね。ビッグな男に出会える競輪。
flurry here. There's that overhand right you mentioned, Ray. Well, Gullo must go. 試合はこれから第4ラウンドに向かっています。第3ラウンド、チャレンジャーのエリゾンドはフィニッシュ良かったですか？The show will return to Las Vegas, Nevada, the WBC Lightweight Championship. これから第4ラウンドです。ボディを狙っています、エリゾンド。一方相変わらず左のジャブから攻めに入りますチャンピオンのアルガロ。ああ右を温存して不気味な感じがします。まだ右を出しません。チャンピオンのアルガロ。左から入ります。チャレンジャーはエリゾンド。さっき申し上げました、左フックですね。前伸びる左フックを打てるようになったんですけれど、オリゲルはですね、昔オリバラシックやった時みたいな巻き込む左フックはもう今ちょっと行きませんね。今一発目のストレート。最後の連打攻撃。チャレンジャーエリゾンド打ち合いになった。右ストレート。左。右のストレートが強烈。Short chopping right hand off the rope from our player. このレース打ち出したから早かったですね、アルゲレオ。すごいスピードでした。立ち上がっています、チャレンジャーのエリゾンド。マシンガンみたいなやつですね。すごい攻めでした。打ち合いから最後、右のストレート。さあ、左のショーバッターから右、左のフック。チャンピオンのアルゲロ。右のストレート。エリゾンドも打ち合っています。左のフックから右のストレート、左のジャブからあるいは右、ショートアッパー、いろんな角度からチャンピオンアルゲロのセカンド、ショートアッパーです。アグエロは just missed the cool in there。軽くかわします。クールですね。ダウン奪ったとき強チャンスなんですよね。いつでも倒せるっていうのが強いところです。ああいうニューヨークにはどないと。エリゾンドは攻めてくるとアルゾロが出ます。ああいう軽い誘いのジャブ出して入らせるんですよね。右のストレート逆にクレバーです。右のストレート。右のストレート時折思い切って打ちますが、一旦失敗するとかなり左を返しますね。空振りした後の体の寄せ方、今みたいなんですね、その体の回し方、ここがうまいですね。だから空振りしても相手のパンチ食らわないんですね。さあこの距離はエリゾンド。Final seconds. Round number four. もう一つ踏み込みがかかりません。エリゾンド。ボディから断面。右のストレート。左を返しました。第4ラウンド終了しました。いやー、しかし芸術的なダウンシーンがありました。コーナー帰っても落ち着いてますね。実に試合展開、計算し尽くしています。この第4ラウンドに入るときに右をほとんど出していませんで、左一本で、まあ、ジャブで戦っていました。出す右ストレートをきちんと当ててるんですね。一旦右ショートに左フック右ショート、エリゾンドがロープに詰めたんですよね。ここはしかし、すごい攻めですね。今のはスローモーションでご覧いただいたんですが、いやいや、お目つき下に一戦落としてしまいました、チャレンジャーのエリゾンド。第5ラウンドです。チャンピオンは決して無理な詰めに入りません。Tim Ryan, Sugar Ray Leonard, and Gil Clancy live from the Showboat Hotel in Las Vegas. だからその点がですね、アルゲルが言うように俺は15回戦の選手なんだと。最初のチャンスにその行くというのがボクシング界のまあ一つの鉄則なんですけど、それを無理していかなくてもいつでも倒す。おっとロープに詰めた。ボディから顔面です。ややチャンピオンのアルゲルは誘うようなそんな印象も感じたんですが、あ、そうなんですよ。チャンスの後ですね、あんまり向きになって攻めると相手も貝殻みたいにガード固めてしまいますから、ね、なるほど。むしろダウンさせた後反撃させる方がいいんですね。ガードが固まったら、はい、
それも一つの戦法ですね。いろいろ戦法がありますけれど。距離を詰めて前進してパンチを出すのはロベルト・エリゾンド、チャレンジャーです。それを冷静に見ています、チャンピオンのアルゲロ。左の右のストレート、左のフック、ショートアッパー右、連打、チャンピオンのアルゲロ。第4ラウンドには右のストレートでダウンを奪いましたチャンピオンのアルゲロ。第5ラウンド、右のストレート、左のフック、ショートフック入りました。頭を下げてエリゾンド出ます。第3球です、チャンピオンアルゲロ。思い切って打ちます。Aguero's doing to Alexander. パンチが違いますね。Aguero goes under and over。 やはり小泉さん、軽いパンチというのはスピードがあるけれども、じっくりと拳を握ったパンチというのは重くて、まあ、スピードがないと言われますが、アルゲロの場合はありますね、うん、ありますね。もうよく伸びる、そして強いパンチですね、はい。こうしてアルゲロ優勢のまま第5ラウンドですが、しかしここでもまだフィニッシュに持っていこうとしません。慎重です、実に慎重です。ドラッパに簡単になりますね。ジェブ comes out and floats and with a guy like Aguero he asks for trouble for overhand right。 Well, that's what we noticed in training the other day, Ray. Vulnerable for that right hand counter. チャレンジャーのエリゾンドが右を出そうとしますが、チャンピオンアルゲロの右が怖くて出せません。なんかエリゾンドのパンチほとんど当たってないですよ。そうですね、そろそろチャンピオンのペースになってきました。第5ラウンド終了です。エキサイティングスポーツ、モーターボートレース。これから第6ラウンドに入りました。やはりじりじりとチャンピオンのアルゲロがエリゾンドを追い込んでいく、ペース見えてきましたね、はい。まあ、決定的なのはやはり第4ラウンド、右のストレートダウンを奪った、まあ、これが一つの流れを変えたんですが、まあ、その前から戦うたびにですね、はい、まあ、相手の弱点といいますか、はい、それから相手のパンチの強さと、そういうものを確認しながら自分のペースに削り込んでいく。そうですね、1ラウンド割と出ましたよね、アルゲロ。そうですね、あれが成功しましたね。試合の予想としてはですね、あのエリゾンドがあの左フックのボディですね、はい、あれをもっと前半決めていって、アルゲロを気にしませんじゃないかと、そういう予想があったんですけど、そうですね、そんな印象を受けました。完全にそれを言っておりますね。That's what Eddie Fudge mentioned in the corner. He said, start throwing that left hook right hand combination. That's going to do the job. Jackie McCoy telling his challenger, Elizondo, to stay low. Don't be so upright. Well, you notice he's not going to be standing straight as a stick. And you just cannot do that. ところに飛び込もうという体勢です。これをうまく壊しています。チャンピオンのアルゲロ。3冠を制しました WBC ライト級チャンピオンのアルゲロが2度目の防衛戦です。これを防衛しますとタイトル通算14度目の防衛戦ということになるんですが、そうですね、大変な記録ですね、はい、クラス変えてですからね。そうですね、負けたから次の上のクラス上がるっていうんじゃないんですよね、はい、返上して無敗のまま上がって勝ち続けてるんですからね。右のストレート一発狙いました。打ち返します。エリゾンドのパンチはほとんどもう距離が遠くて届くそうもありません。左のフック been a lot of punches thrown in this fight theBoth guys have to be アルゲロはブロッキングがうまいんですけどね、日本であのパラウテクニックですね、防御テクニック、パールっていうんですけどね、今アメリカはピックオフっていうんです。ピックアップっていうのは物を拾い上げるんですけどね、払い落とす、払いのけるってピックオフっていうんですね、はい、そ
それがうまいですよ。Under a minute remaining, round number six.I don't know how you do it, but Elizondo is going to have to make Aguayo lose his cool to get back in his fight. He's going to have to land a big, big punch. まあ、その後ですか、左の手を痛めて、はい、まあ、かなり手術をして、はい、まあ、それが逆に左手の強さにつながったという話もありましたが、そうですね。まあ、左の選手ですよ、アグラっていうのは。Almost every time he's tried to get inside, he's been punished.ロビーを狙います。ロドルとエリゾンド、だけど回り込みましたね。はい、アームブロックしています。いいのストレート。ここまで来てもアルグラのあの右のガード崩れませんね。崩れないですね。いいのストレート。チャレンジャーはエリゾンド。第6ラウンド終了しました。第6ラウンドはほとんど両選手差し取る動きを見せませんでしたが、やはり終盤に見せたあのアルグラの目の良さといいます、それが目立ちましたね。そうですね。ペースは変わってないですね、はい、チャレンジャーのこのエリゾンドが勇敢に攻めていくんですが、まあ、こうして見ていますとほとんどアルグラにヒットしてないというそういう感じもします。だからもうちょっと体を振るかですね、こんな上手い選手に戦うときはですね、トリッキングやらないといけないです。そこはトリッキングなボクシングというのはエリゾンドの今までやってきたボクシングがないんですよ。そこが難しいところですね。この左側のセコンドがベニー・ジョルジドンでしょう。ダニー・ロペスのマネージャーで、今ハイム・ダルタっていう強いジュニア・フェザーの選手がいるんですけれど、はい、それのマネージャーやってるんです。試合は第7ラウンドです。Round number seven. Tim Ryan with Sugar Ray Leonard, Gil Clancy live from Las Vegas. Reminder of more championship. Oh, good chain up here. Challenger, Elizondo. Oh,右ストレート。Champion, Aldero. Curiously, ring 中央です。If Aldero kept that up like he did just a minute ago, he can get. 打ってくると打ち合いに応じますね、Aldero は。He was throwing punches like he had an early appointment. He wants to go someplace else. ジャブの応酬。右から入って左、ワンツーを見せました。エリゾンド。ショートアッパー。チャンピオンのアルベロ。上体を揺さぶって懐に飛び込みたいチャレンジャーエリゾンド。エリゾンドが創生、ボディーパス。もうブロックしてますね。ブロックしてますね。はい、December 5th. ご覧の通り、長いリーチ、肘のあたりが完全にトランクまで来てますから、ボール打てないですね。左のジャブです。エリゾンド。左のショートアッパーから身を振ります、チャンピオンのアルベロ。右のストレート、狙っています。左のジャブ。鮮やかなバランス、右ストレートよかショートパンチ。Flipping right hand scored from the champion to the ear of Elizondo. Right hand. Shoulder up. Came up. Came up. 顔の表情は全く変わっていません。チャンピオンのアルベロ。ボディアッパーです。ワンツー。左。伸びる左フックですね。Well, that is good because fighters can't get discouraged. I know when I work with fighters and sometimes I have to keep hitting a guy and hitting a guy and wouldn't go. And you have to tell him, hey, don't get discouraged. Just keep doing it. Eventually, he will do it. It's like water wearing on a rock. Well, so now you know how I feel about it. Relax. 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 Relax.チャレンジャーエリゾンドにとってはのれんに腕を押しと言いますかね、手応えないんでしょうね。ヘッドスリップうまいですよね。左から右、チャレンジャーエリゾンド、左が顔面をヒットしているように見えるんですが、綺麗にピンポイントを外しています。チャンピオンワンツー。左から右、右のストレートが驚きました。今の小泉さん、オーバーな表現ではないと思いますが、2、3メートル後方に飛び、沈みましたね。ちょうど足を止まってましたからね。狙いしました、右。さあ、詰めに入るショートアップ。ショートアップ、ボディです。ボディに決まりましたか。ボディですね。
さあこれはもう立っているだろうが、エリゾンダが挟み込んだと聞いてるんですよ。あのボディに着陸してはこれは苦しいでしょう。アルガロ通算14回目のタイトル防衛、 WBC ライト級チャンピオンのアルガロ、挑戦者ロベルト・エリゾンダを破りました。技術的に言えばですね、最初のナックダウンはですね、はい、普通今あのボクサーは大体ガードを前に構えますからね、はい、ワンツーが当たらないんですよ、だから伸びる左フックで、あの外側からワンを当てて、それで右ストレート、ツーを当てるんですね、はい、さあもう一度ご覧いただきましょう。第7ラウンドです。左フック、右ストレートですね。これワンツーにしてるんですね。ワンツーにしてるんです。ぶっ飛んだという感じでエリゾンドダウンです。ね、そして立ち上がった後で、おこれですね、右やっぱボディですね。あのストマックと言いますか、一番苦しいところですね。それで一旦はあの試合でエリゾンドが立ち上がるんですが、まああの後じわっと苦しさが増してくるのがボディアッパーです。そうですね、メリコンに向きアッパーで、顔面で倒すと次顔面でもう一度倒したくなるんですけど、そこボディへの切り替えですね、いやとにかくアレックス・アルガロの素晴らしい強さ、もう一度ご覧いただきましょう。この右ストレート、右ストレートですね、大きく飛びました。エリゾンド、そしてフィニッシュです。どのショートアッパーです。この最後のアッパーはもう後のフォローという感じになるんですが、さあこの後お知らせを挟んで、ブンブンマンシーニがフリアスと対戦した WBA ライト級タイトルマッチをご覧いただきます。おはようございます。おはようございます。ちょっとヒゲを剃っていただけますか。え、これですか。ブラウンミクロン2000でもう一度剃ってみてください。いやどうかな、剃れるかな。いつもゴシゴシ剃ってくるから、ゴシゴシ、いやヒゲが濃いんですよね。ほらまだこんなに残ってましたよ。相当よく剃ってきたんですけどね。肌に軽く触れるだけでヒゲを根元から剃る、深剃りのブラウンミクロン2000、重厚療養のユニバーサルもあります。